子育てはおもてなしじゃないあれこれ教えてたらいつまでたっても自立できません教えるんじゃなくて問いかけるそういうことですよねはいこんにちはライブスキル教育講演家のミスターかちです今日も来てくれてありがとうございます今日のテーマは子どものやる気を引き出し考える力を伸ばす5つの質問です お子さんの悲しそうな顔や困っている姿を見るとついつい助けてしまったりついつい口出してしまうそのようなことはありませんか答えを教えてしまうと自分で考える習慣がつきませんそしてこの問題を絶対に解決してやるんだという内側からのやる気が湧いてこなくなるんです 自自分分でで考えて自分で行動するそんな自立した子どもに育てるには教えるるんじゃなくて問いかけることが大切です今回は1万人以上の子どもと関わってきたキッズコーチのプロである岡智が実際に子どもに問いかけている質問を厳選して5つ紹介させていただきます。 この動画を見ていただければ親御さんがいちいち指示していなくてもいちいち見ていなくても自分で考えて自分で行動するそういう習慣がついてくると思いますのでぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。 このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けて子供の天才性を発掘するそこにフォーカスして動画を配信しています興味がある方は赤いチャンネル登録ボタンをポチッて押していただいてチャンネル登録をお願いしますあとインスタでも発信しておりますのでそちらも良ければご覧くださいそれでは行きましょう子供を伸ばす5つの質問1例えば 2「もう一回できるとしたらどうする?」「何が一番楽しかった?」「ずっと続けたらどんないいことがある?」「〇〇だったらどうすると思う?」「1」「例えば」「子どもは具体例を想像できて初めて理解できるんです」 バスケットボール教室で小学生に聞きました。バスケがうまくなるために大事なことは何ですか子供たちは言います。努力すること、本気でやること、諦めないこと、チームワーク、リーダーシップ、いろんなきれいな言葉が出てきます。でもこれだけではうまくならないんです。だって、 本本気でやる本気って何チームワークチーームワークとは何ですかリーダーシップじゃあいいリーダーシップって具体的に何をするのその言葉,を言葉の意味の具体的な事例を想像できてないから具体的に何やったらいいか分からないんですよ分からないだから行動につながらない知っているって というのと分かっているというのでは大きく違いますだから言葉を言葉として伝えたり言葉を言葉として理解させるんじゃなくて言葉の背景にある具体的なイメージ物語そしてその情景を想像させることそれを言語化させることこれが大事なんですそこで効果的な質問がこれ例えば 努力することとが大事だと思ってうんと例えば左のドリブルを頑張ることリーダーシップが大事やと思ってるんだねじゃあたけしくんができることって例えばどんなことかなうーん1年生の一年生がねドリブルつくの分かんない時に教えてあげること。 やっぱり上手くならない上手くなるためには諦めないことが大事だと思ってるんだね例えばどんなことうん例えばランニングシュートなかなかできないんだけど諦めずに今日練習する このように言葉を言葉として理解するだけじゃなくて言葉を物語として理解するそして具体例を交えて説明できるようにするそうすれば頭の中でイメージができているので行動につながりやすいんです2もしもう一回できるとしたらどうするなんでシュート打ったなんで時間通りに来られへんのなんで宿題終わってないの このように、なんでなんでなんでっていう風に言われると、責められている気持ちになって、どんどんやる気がなくなっていくんです。しかも、なんでという質問は、子供の過去にフォーカスした質問になります。過去は変えられることができません。どうしようもできません。ですので、なんでなんでって追い詰めて、過去にフォーカスするんではなくて、子供の 未来に向けた質問をすることが大事です。そこでこの質問です。もしもう一回できるとしたらどうする目の前に敵がいなかったらシュートを打つ。テストを終わった後もう一回最初から見直しをする。タイマーをセットして、えー、遅刻しないように頑張る。 このように未来に向けた建設的な意見やアイデアが出てくるようになりますしかもなんでって問われたら自分のダメだったところを言わないといけないので何かこう隠してしまったり言いにくかったりしますでももしっていう質問なんでそのもしっていう質問を投げかけられると自分っていうものを少し離れて客観的に見て答えることができるんです このもしっていう質問は子供の考える力を伸ばす時にも使えます。例えば、もし透明人間だったらどうするもし女の子だったらどうするもし小学1年生に戻ったらどうするこんな感じで自由に言葉を出せる、自由に発想できるような質問を投げかけてあげて、子供の想像力を高めてあげましょう。 3何が一番楽しかった何か楽しいことありましたかって聞いても、まあ、低学年やったら「はーい給食食べたはーい鬼ごっこしたはーい砂場で遊んだ」ってね途切れることなくどんどん出てくるんですけども高学年になるとシーンってしてしまうんです。ね これはもちろん手を挙げて発言するのが恥ずかしいっていうこともあるんですけどもそれ以上に楽しいこととかいいことの基準がねぐんと上がってるんです楽しいことあったけどでもこれ言うまでもないしな特別楽しいことでもなかったしなってこんな感じで基準がぐんぐん上がってるんです大きくなれば いいことは見つからなくて、悪いこと悪いことに目が行ってしまうんです。悪いことを見つける。やっぱり楽しくないな。俺やっぱり無理やな。やらん方がいいよな。って、こんな悪いことに頭が支配されて、心が満たされてしまうと、どんどん気分が悪くなります。不機嫌になって、新しいことに一歩踏み出せない。だから、 いいことを見つけるここととが大事なんですいいことを見つけて喜びを見つけて楽しいことを見つけて気分を上げるそしてご機嫌になるご機嫌だから力が湧いてきて一歩踏み出せるんです失敗しても立ち上がれるそういうプロセスの中で人間は成長していきます自分で考えて自分で行動できるそしてこの社会で自立することができるようになるんですだからこの質問がいいいいことを見つけるために 今日の授業で何が一番楽しかった今日の遠足でどんな小さな発見があった今日の授業で少しだけ面白かったことって何このように質問をちょっと と工夫するだけで答えやすすくなります答えることができるのでいいことを見つける楽しいことを見つける感度がねぐんぐん上がっていくんですそしていいことを見つけると楽しいことを見つけるとご機嫌になって力が湧いてきます4それをずっと続けてたらどんないいことがあるやる気満々な子最後まで諦めない子この子たちの共通点は 今を全力で頑張るだけではなくてその先に大きな目標を見据えて想像して今頑張ってるということです。 でその先の大きな目標ビジョンというのが自分のことだけではなくて周りとか世界を喜ばしたり幸せにするそういう情景をイメージできているこれがとても大事なんですそのイメージこれをミッションと呼んでるんですけどもそのミッションを持っていればやらなければならないことがやりたいことに変わりますどれだけ苦しいことも耐えられる楽しいことに変えて努力できる頑張れるようになるんです どうやったら子供がミッションを持てるのか一番簡単で一番効果的な方法質問を紹介しますそれは何かに頑張っている子供たちを見ると「今日も頑張ってるねそれをずっとやったらどんないいことがあるの?」と問いかけてあげるんです「まさこちゃん今日も習字の練習頑張ってるね字がうまくなったら どんないいことがあるの今日も朝早く来てドリブル頑張ってるやんたけしそうドリブルうまくなったらなどんないいことあんのこれだけでいいんです。 この質問を頑張っている子供たちに投げかけることで目的を考える習慣がつくんです。目的、今やっていることのその先のビジョン、その先の世界をイメージできる。そうすれば辛いこと、苦しいことにも耐えられる。最後まで諦めずにやり抜ける。そんな力がついてきます。5、最後の質問です。もし〇〇だったらどうする 問題にぶち当たったりトラブルで悩んでるとどうしようどうしようどうしようってこうついね視野が狭くなっていくんですよそのような状態だったらどうしようってこう悩んでるだけで具体的な解決策って出てこないんですよで答えが出てこないからつらいんです面白くないんです面白くないから考えることをやめてしまう考えることはつまらないこと楽しくないことっていうふうにインプットされて考える習慣が身についていきません そんな子どもが悩んでいる時に効果的な質問がこちらですもし〇〇だったらどうするこれですこの○○っていうのは子どもがイメージできるキャラクターであったら何でも OK です漫画でもいいし実際にいる人間でもいいし何ていうか歴史上の人物でもどんなんでも OK ですもし6年生のキャプテンの山田君やったらどうすると思う もしルフィやったらどうやってこの問題を解決するやろうもしプロ野球選手のイチローやったらこんな時どうすると思うこのような質問投げかけることでいつもの自分とは違う立場で物事問題を見ることができて新しいアイデアが出てくるきっかけになりますだ子供が尊敬する人物とか憧れのキャラクターであればベターです はい。ということで、子供のやる気を引き出し、考える力を高める5つの質問を紹介してきました。まとめです。1、例えば、この例えばの質問を投げかけることで、言葉を物語として、具体的な生活の情景をイメージしながら言語化することができます。言葉で説明できる、見える化できるとイメージができるので、行動につながりやすいです。2、 もし、もう一回できるとしたら、どうするなんでできへんかってんっていう、なんでっていう質問は、追い詰められた気持ちになり、過去に焦点を当ててるから、変えることができない。変えることができないことを突きつけられたら、無力感に陥ります。ですので、過去とか、その子自身に焦点を当てるのではなくて、未来に向けた質問を投げかける。そうすることで、アイディアとか、えっと、考えが出てきやすいと思います。三つ目。 何が一番楽しかったちょっとだけ面白かったことは何小さな発見は何だろうというような形で答えるハードルを低く低く低くしていくそうすると答えやすくなります答えやすくなるからあのいいこととか楽しいことをねどんどん見つけやすくなるんですいいこととか楽しいことが見つかねばご機嫌になって一歩踏み出す勇気と力が湧いてくるんです4 ずっと続けたらどんないいことがあるそうなんです。今やっているその先、その目的をイメージすることでそこがワクワクするものであればあるほど今の苦しいことに耐えられる。諦めずに一歩、二歩、三歩行動できる、アクションできるんです。五、〇〇だったらどうするやろう いつもの自分の立場とはちょっと違う視点で物事とか自分自身を見てみることで新しい解決の糸口が見えてくると思います以上です少しでもためになった勉強になったっていう方がいたら高評価ボタンを押していただいたら本当に嬉しいですあとどのような方が見ていただいてるっていうことが分かればより刺さる内容をお届けできると思いますのでコメント欄に 見たよーでもいいですし僕星のマークが好きなんで星のマークを3つぐらいちょんちょんちょんってあのー、残していただけるだけでもいいのでぜひコメントもよろしくお願いしますこんな感じでこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けて子供の天才性を発掘することにフォーカスした動画を配信していますよろしければチャンネル登録をポチッて押していただけたら嬉しいです無料 LINE 講座 やり抜く子の育て方おかげさまで登録者数が400名を突破しましたこちらではやり抜く力を育むための関わり方を配信してます期間限定ですので興味がある方は概要欄からご覧くださいということで、えー、今日は以上になりますそれでは皆さんワンダフルな一日をお過ごしてくださいさよなら今日も楽しかったね